わ、めっちゃモブ湧いてる。鎧出ないんですけど。お金はこっち払ってんだよ。こっち払ってるよ。今日ねえよな。え、前から何のやつの俺。おお、怒ってる。今怒ってたよね。こいつか。あ、なんだお前、なんだお前。倒してくれ。おい犬。くそ、使えねえ。お前、あ、危ない、危ない。ああ。よし、ナイス。ああ、また海か。うわー、大海原っぽ。あれ、スマイルか。一応ね。ああ、スマイルじゃないね。一応全身金装備はね、スマイルの可能性があるから。まあ進んでいきましょう、進んでいきましょう。まあとにかくね、やっぱね、縦横無尽に自分の生きた証を残し続けるっていうのが、これが大事なんで。まあだから今愚かにもスケルトンに襲われて死ぬとかが一番ダメだよね。そんなことはしやせん私。おっと、松明切れにき、松明切れにきです。こんにちは。なんかゴミみたいな目印しかねえな。丸石か、強いて言えば。強いて言うのであれば丸石。ちょっとでも昼になったから掘れそうなところあったら掘りに行こう。おって言ってるそばからあるじゃないですか。これが運命力。やっぱね、リスバラ何回もやってるとね、見てくれるのよ神様も。でさらにまずこれでさ作るじゃん今ので。でこの松明を足がかりに奥まで進んでいいよっていうね、そういうメッセージ。届け愛のメッセージ、愛のメッセージ。でもうこの辺はね、やっぱこの辺の高さって石炭が多いんですよ。多いんですよ石炭がね。うん、多いんですよ。こんな上行く、こんな上行く。何、どうなってんのこれ。え、どうなってんのこれ。え、どういう構造、どういう構造これ。え、なんか わけわかんない形になってる。何これ、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 なんだこれ。おお、海底神殿。いや、なんか前よりもなんか海が多い気がするな。俺が行ってるところがたまたまそうなのかもしれないけど、なんかめっちゃ海多いな。しかもでけえ。前回どれぐらい行ったんだったっけな。2000行ってんかな。今5000行ってなかったらちょっと泣くかもな。まあ後でね、見れるんだけど、自分がどれくらい。だから23日、私どれくらいまで来てるか、みたいなね。ちょっと覚えておきましょう。これも島かな。これも島だね。島です。いや、次でけえ海出たらもうちょっと考えもんだね。次陸地行って、また海だったら、ちょっとこっちはもういいかなって思っちゃう。かな。ちょっとね、マップの外行ってる感はあるな、これ。また夜か。早くない？早いな、ちょっと。マジであと、行ってないのが、確か、西は確か、本当にゼロだった気がするな。西は全然行ってみる価値あり。今これ北だもんね。北にガーッと行ってて、とりあえず西に行きたい。次は。この海越えて、陸地たどり着いて、陸地、追わない？あれ俺戻ってないよな。俺戻ってないよな。あ、どうも。こんな海続かんやろ。普通。そろそろこれ、落ちちゃうんだよね。海のさ、終わりがあってさ、ザーって。ここでね、天動説死んじゃう。爆弾。でかっ。すごい。お前沈没してねえぞ、こいつ。だいぶ沈没してない。おう、これ作できんだ。はい、ドン。あ、今度こそ宝の地図です。今度こそ正真正銘宝の地図です。これ宝見つけに行きましょう。もう宝だけ見つけて、ちょっともう、終わりにしよう。帰ろうもう。一旦ここで合わせて、あ、どっちか。あ、俺間違ってる？まあ間違ってるっぽいな。あら、あっちが北なのか。あ、俺どっかで間違ってるな。ああ、全然間違ってるわ。全然間違ってるやん。あれ？そもそも西に来てたんだっけ？なんか北を進んだ記憶があるんだけど、北に行ってて、あ、じゃあ西に行ってたのか？マジで、記憶ねえわ。まずいな、これ最初から西に行ってたのか、それとも北行ってたんだけど、なんか、それて西に行ったのかちょっとわかんなくなっちゃったんで、もうやめます、このゲーム。この辺かな。だからこういう時にシャベルが必要になってくるってわけですよね。わかったよ。作りゃいいんだろ。あった。わーお。OK。
金がいっぱい、鉄いっぱい、ダイヤ来た。行こう。で、ここからね、これ壊して、いざ、尋常に勝負。強っ、え強っ、お前。あ、咲いてる。どうしよう、でももう、もう行くとこないかも。まあ、でも西に行ってたと仮定しよう。仮に西に行っていたものとする。だからどこ行ってないんだっけな。なんか東、まあ、道半ばで死んだ記憶があるな。なんか全然行かずに死んだみたいな淡い記憶がある。あ、山火事だ。あ、マグマだまりか。マグマだまりがあるってことは、あ、これ別にネザー行ってもいいな。行ってもいいか、これ。黒曜石掘るのだるいからあんまネザー使ってないっていうのもあるからね。あ、これ、行こう。なんかみんなもっとスムーズにやってる気がするんだけど、こうしてこうしていけるよね、これいけるはずなんだが、あーこうなるんだよね。いや悪すぎだろこれ。あー、まあいいんですよ、できればこんな。 OKOKOK、まあ、方向的にはもうさらに北に。待って、こっち、ん、あっとだるいけど、こっちだよね、こっちだよね。えぐい場所が。ほんな、本当に誰か見つけてくれんのかよ、このゲート。絶対無理だろう。いい感じに進んで、ちょっと黒曜石がないからいけねえじゃん、もういい加減すに。ダメだ、これ。危ね、閉じ込められるとこだった。あ、はい、これ、そのために、やりました、これ。黒曜石必要なんで。いやー、ネザー移動、効率いいのか分かんなくなってきちゃったね。まあ、4、そんな効率良くない気もするけどね。あの、地上ばっか走るのつまんないから。やってみるけどさ、まあ、そもそも多分普通に俺とキリアンが恥で俺がやってることは完全に無意味な説もある。ダイヤピッケル持ってるのでかすぎるな。やっぱ砦攻略はね、無駄じゃなかった。来るな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 、バカバカ、危ない危ない危ない。ゲームガンデルタね、最悪の地形。ミス、私が悪くないからいいんだけど、ここで痕跡見つけてくれるはずがない。体感いい感じ進んだら、まあ現世に帰る。誰が通るんだよ、本当に。絶対通らない。ああ、もう終わりだ。ほらね、こういうことがあるから、ネザーダメなんですよ。わかります？やばいかも！あ、だるい。ちょっと、どうしよう。死んだらだるいんだよね。わかってた。行くか、もう知らないな、ちょっと。死んだらだるいことはわかってたが、ネザーが危険なんですよ。今見たように。ここに落ち伸ばすか。エンドって言っていいんだよね。エンド言っていいよな。せっかくエリトラ無限飛行覚えたし、なんかエリトラ手に入れて終電つけてキャリーしてえな。正直時間計算できない全然間に合うんだよ。あ、でもそうするとあれか、エンドラで合流できちゃうのか。じゃあダメか。まあ一旦10分ぐらい集め終わったら死んで帰ろうかな。みんな結構電話してんのかな。俺全然金ないんだけど、ずっと金欠なんだけどさ、値段に行ってないだけかな。よし、22個。まあまあ、通話できるね、これで。なんか、無限に集めれちゃうな。この大陸広すぎて。集めるだけ集めよう。まあ、正直、もう、北南には正直10分ぐらいは、痕跡残してるんで、それ誰か見つけてくれるでしょ。時間ほっといてもね。ほっといても見つけてくれるでしょ。なかなか死ねない。なかなか。あったー。ヘイども、ヘイども。ヘイども来たー。いや、でもね、めっちゃ強いんだよ。ティーグリーンブルーと、ハードモードの。絶対バカ強い。即死しそう。うわい、なんか黒そば持ってくればよかったな。くれません。くれます。ん？逆じゃねこれ。こっちや。お、金も早速金ブロックが見える。早速金ブロックが見える。お、これ見つかってんのかこれ。うわい、めっちゃいるんだけど。こっち来い、こっち来い、金ブロック。見つかった。よいしょ。やっぱ行ってー。あー、くそー、金ブロック1個。9個。うわー、もう無理。もう無理。もう行かない。一旦これ初期率戻って、ほんで、一旦ブルーヒトの合流地点向かいつつか。まあ、一旦夜なんで、一旦夜なんで雪集めですね。
夜は地下にこもります。よし。で、ちょっとここで一個ね、試したいことがあるんですよ。こうフェンス。これね、俺気づいた。こう方向ごとに、これめっちゃよくない？方向ごとに建材を変える。ちなみにフェンスってさ、効率どんなもんなの？あんま良くないか。なんか減ってる？棒自体がブロック2個でしょ。だからブロック5個で作るってことでしょ。ってことは原木が原木 2.5 個でしょ。めちゃくちゃ効率悪いな、これ。他にさ、なんか木材で作れるハーフブロック以外のなんかいいのないんだ。ドア、間圧板。間圧板とかどうなの？あ、これも減るな、これも。まあ、効率は考えずに行くか。フェンスでやってやんよ、じゃあ。でもなんか、その、ここにあったって言われた時に、なんかもう景色覚えてやるの多分俺無理だと思うんだよね。だから、まあ、一旦ブロックでこっち方向をやるとして、シンクのブロックがあったって言われたら、あ、そっち方向に伸ばしたやつねってなるのが大事だと思うんだよ、多分。だから、一旦じゃあこれでやってみよう。でも、次から、ちょっとじゃあ、別の建材を頑張って取って、方向ごとに変えるっていうのをちょっとやろうかな。まあ確かに、松明とかも、こっちは効率よく手に入るし、痕跡にはなり得るな。松明、ありだな、全然。雪と桜？すごいぞ、このバイオーム。なんか、どういう状況？まあ、なんか、映えるバイオームだし、行くか、ちょっと痕跡。大事なのは見つけてもらうことだから。たどるかどうかしない。俺の場合は見つけてもらえさえすれば自分がから見てどっち方向か記憶できるから。ばらまいとけばいいの、こうやって。一旦ちょっと今回は、ばらけさす方角で絞るっていうのをちょっとやりたいですね。いや、さすがにもうないんちゃう？もういいんじゃない？もう。とりあえずね、シャークあそこにいたってことはもう5000進んでいいかもしんないってことだから。とりあえずね、可能性は全部拾い切る気持ちで。お？ああ。いや、かぼちゃがマジで痕跡に見えるんだよ。マジのマジ。多分ないよね。見逃してないよね。ちょっと切れやん。もう一回聞こう。どうも、こんにちは。ブル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 。ガチャ。あ。そういえばさ、君、はい、冷たいバイオームだよね。タイガー、そうだね。なんか、なんだっけ、川が全部凍ってる系の冷たさ？まあそういうところも通ったりはしました。通ったりはしました。なるほどね。でも、初期リース近くはそういう感じではない、割と。なんか、凍ってない、ただのタイガーっていうか。はいはいはい。どっちにどれぐらい歩いたら凍ってるタイガー？なんかね、なんか2箇所あった気がする。あれ僕とシャーク合流したの知ってるっけ？合流っていうか。なんか。見つけたの。それガチな。これガチ。めっちゃ嘘っぽく言ってたじゃん。なんなん？いや、で、僕が、東から西に5000進んで、シャーくんが南から北に4000進んだところらへんで合流した。待って。待って。待って。なに？痕跡見つけた。雪だ。何の痕跡？雪のカーペット。それ誰だっけ？シャープンでしょ。あれ？ちょっとたどろ。じゃあもうお前の情報、用ないかもしれん。はーい。おつでーす。バイバイ。やば、何も聞いてなかった。ブルークのなんか西に5000行ってみたいな。しかもさ、今のマジでさ、多分シャー君が来た一番端っこじゃない？あっちは東だから、一番南端だよ、シャー君の。そうだわ、来たー。めっちゃ運いいやん。やばいぞ。まずい、キリアンのキャリーが止まらない件について。ブルークなんか言ってたけど、いいや。でもまあ、あのタワーの感じからしても、こっちから来てるのは多分間違いないとは思う。さすがに。俺は東に進んで、で今北に進んでるってことは、まあ、俺地図で見て、俺から右上方向にシャー君がいるってことだと思うんですよね。そうなると、さっきさ、俺の初期リスでスマイルと話してたの皆さん覚えてますか？何今の。
まあさっきの初期リスでスマイルと話してたことと総合すると、まあ、僕とスマイルが出会ったのはまずね僕がね北に進んでそっから西もしくは東に行ったと。なので、まあ、多分俺は地図の割と下の方で、まあ、僕がね地図の左下にいますよと。でそのまあおおむね真上ぐらいなんじゃないかなスマイルは。スマイルおおむね真上ぐらいにいて、そのスマイルのちょうど真右ぐらいにシャー君がいるとか、なんかそういう感じじゃないかと思うんですよ。でブルークがシャー君から見てどうみたいのはちょっと何も覚えてないんで割愛します。さすがにシャー君電話しとくか。こんにちはっす。あ、こんにちはっす。はい、ちょっと今世紀の大発見をしまして。あ、はい。雪のカーペットの道があったんですけど、はい、おー、これは君のもので間違いないですか？俺のだ、俺のだ。はい、解けてなかったですね。よかったよかった。どこにあったそれ？南端の岬に、うん、土のタワーがあって、うん、そこから続いてた。だから今俺は北に進んでる。あ、海か。あれ、そうそうそう、岬ね。え、どっち？あそこか。あ、俺途中から砂利になってんね。あそこか。どっちだ。じゃあ南に行ったりなんか北に行ったりなんかが分からない。それが、いや、まあでも俺は今確実に北に向かって。タワー建てたの、タワー建てたのが途中なのよ、南北に伸ばしてる時の。ああ、端っこじゃないの、ね、あれ。あれ海でしょ。あ、海の。そうなんだ。いや、でも多分痕跡の残り方的に、うん、これ南に進んでるところなんじゃないかなって。じゃあ北に来てる。うん、いや俺も確かね、辿ってる。最初に行った方だった気がするんだよな、確か。え、でもさ、あの、え、海にさ上陸する時と海に出発する時、うん、両方タワー建ててるってこと？出発する時しか建てなかったかな。あ、じゃあ合ってるわ俺。あ、出発、そうかそうか、出発してる方に行ってんのか。そう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 、タワーの方に行ってんのか。確かだね、うん、確か。まあでもそこの普通さ、ついてからつけんよね、痕跡はね、タワーはって俺は思うんで。そんなことはないけど。いや、いやね、あそこはタワー建てた理由は、うん、どっちだっけ覚えてね。タワー建てた理由がその周りに痕跡がなくて、ああ、タワー建てないと行きにくいなって思ったから建てたんだよね。ああ、いや覚えてない、出発するから建てたわけじゃないんだよ別に。あ、そうなんだ。まあまあいいや、とりあえず、まあ、一旦こっち何もなかったら反対側行きゃいいってことでしょ。結構分かりやすく置いてるから、ああ、完全にもう痕跡ねえなってなったら逆、あそこその行列点から逆行ってもらえれば絶対に俺の初期列には来るね。了解です。 OK です。じゃあまあそういうことで、はい、そういうことで、はい、向かってまーす。ええー、怖い怖い。人に矢を撃つんだ、怖っ。びっくりした。さらされるね、今の時代。炎上案件ですよそれ。何でも燃えますからね今。侮ってもらっちゃ困りますよ、 SNS の炎を。え、なんだよ、ゾンビか。なんかやっぱ金見ると金時かなみたいな、一瞬なんかそういう思考回路にならない。中村が現世で、現世じゃねえや、ネザーで、スマイルが現世に来て、金時がネザーだっけ。見てみるか。はいはいはい。ブルブルブル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 。あ、もしもし。いやいやいや、ガッチャだろ。あ、ごめん、はい。ブルブルブル。ガチャ。ガチャだよ。ブルブルブル。ブルブルブル。あ、はい。なんすか。あれ、今、現世だっけ？いや、ネザーです。あれ？え、現世来たって言ってなかったっけ？まあ、俺は現世とネザー一気してるからさ。あ、振動してるのね、現世とネザーの間で。うん、じゃあ、あんま言わないわ、ごめん。なんで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 。いや、現世の人と合流したいからちょっと探ってるの。ああ、いやでも一応今現世メインで痕跡置いてる。ああ、現世でどういうとこ通った？サバンナと、ジャングル出てきたの。ジャングルも通ったことある。え、出てきたとこか、サバンナジャングル。いや、出てきて東に行ったらメサジャングルで、北に行ったらサバンナ。それぐらい？ちょっと、ちょっと行ったら、ちょっと、ちょっと行ったら。一番進んだのはどっち方向？南かな。南に行って、南か。南じゃねえか。お？ちょっと待って。こっちが、じゃあまた後で。西。ああ、まあそんな情報はない。はい、OK。はい。金時か。
ブルブルブル。ブルブルブル。ヘルロ？ブルブルブル。ヘルロ？ブルブルブル。おお。わお。ブル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 。着信音。止まらないこれ。携帯壊れた。正解はガッチャン、うん、だけど、ああ許した、面白かった、なるほどね。あ、俺が取らないと、そりゃそうか、そう、そりゃそうだ、ごめん無理だわ今はちょっと本当に、うん、今本当無理か、本当無理だから今。今どっち？現世、東、東、東ね、現世の東、現世の東だね。東に向かってるってことだよね。あ、イエスイエスイエス。どういうバイオームですか？いやマジでね、それが本当に特徴がないですね。ああ、ザ森。じゃあ無理だ。バイバイ。オッケー。はい。おつ。おつ。本当に消えやがった。やろう。本当に消えやがった。でも本当にそうなんだよね。本当にそうだから。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよって言えないんですよね。そんな喋り方じゃないだろ普段。あれそういえば本当にシャークくんと合流したのか聞くの忘れたな。シャークくんは合流しちゃったけど本当はどうかわかんないからね。仲間ないしの、仲ないしの、そういえば聞いてみるか。まーし、え、仲間なんかさ、ネザーウィザースケルトン全部集め終わったって聞いたけど。集め終わった。あ、やるね。え、じゃあ今どうしてんの？今現世に出て、はいはいはい、痕跡置いて走り回ってるって感じ。あー今は俺も正直もネザーやっぱ移動だるすぎて元素で置きまくってるわ。はいはいはい。何置いてる今？ネザーラックと歪んだ木材とあとたまに松明とか。ああいいね。じゃあ俺今進行置いてんだけど被ってないわ。じゃあ松明と歪盛りは俺やめとくわ。じゃあ、あ、オッケー。松明はなんかずっと置いたらなくなるからたまに置いてる感じ。はい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 、ね、まあもう完全に原生痕跡置きフェーズか。まあ今は一旦そうだけど、うん、一応こっちで現世の木材を向こうに置きに行くとかはちょっとやってもいいかなとは思ってるね。ザやっぱ4分の1って結構でかいからさ、そのあーまあね、俺はもうネザー見捨てちゃったけど、うん、あ見捨てたの、うん、あまりにも移動だれすぎて、まあ一旦まあいろいろちょっとやってみるわとりあえず。うん、まあじゃあ建材としては松明もじゃあ俺は避けつつ、うん、じゃあ俺はあれ買おうかなって今思ってる。ちょっとどっかのタイミングで、うん、要塞をめちゃくちゃ壊しに行って、あ、要塞のブロック、ネザーレンガでちょっと痕跡置こうかな、はいはい、もうちょっと考えてはいる。確かに。オッケー、じゃあ、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい。はい、なるほどね。中間を原石組に。なんだこいつ。なんか、早い、早いぞ。あれか、ポーション効果持った雲ってやつ、初めて見たかも。ハードだと出るらしい。まあどんぐらいの距離かは想像はつかんけど。あ、なんか誰だ。あ、ブルーク。何ですか、何ですか、ガチャ。どっち方向だった？とりあえず俺北に行ってる。ん、どっち方向だった？え、なんだこの痕跡。キモ。カーペット。あ、あれだ、あれ。うっ、え、待って、これ逆じゃね。この間、え、待って、わかんないわかんない。あれ、柱、氷の柱バイオーム、はい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 、に来た。え、それ僕の痕跡もあるよね多分。あのさ、なんかなんだっけ、トーチベリーじゃなくてグローベリーじゃなくて、何ベリーだっけ。あ、レッドベリ ー, ベリー。あ、そう、スイートベリー。スイートベリーの痕跡がある。スイートベリー、これシャークンだよね。ある。そうだね、そうだね。え、待って待って、どっち方向に進んだらそこに行ったの？俺はまず東に行って、東にでも多分ね6000以上ぐらいは行ったんじゃないかな。東に6000以上。うん、でそっからまあ多分北側、もしくは、まあ、こっちがシャー君が行った側だとすると南なんだけど、東に6000でそっから南北にどっちか行ったらシャー君っていう状況。じゃあキリアン左端、僕右端だもん。ああ、シャークンよりさらに東なの。そう、僕シャークンのあの縦のあれの右に5000ぐらい。あ、マジそんな。うん、だいぶ端だね。ほぼ丸1日ダッシュした距離。ああ、え、ほぼ丸1日ダッシュは5000も行く。 10分間。え、4、3、4000じゃない。じゃあ3、4000。
まあだとて俺体感結構あるからマジでハジハジな感じはするね。そうだね。だ僕まあじゃあシャー君のシャー君確か南だから。うん。え？南に4000行った。あそうだよ。北に4000進んだって僕は聞きましたけど。あれこれじゃあシャー君進んだ方向と同じ方向に進んでるかもしれん。逆かな。えそれあえタワーあったタワーあった。うん？あれ？いやでもなんだ何のタワーだ。え待ってあれスイートベリー畑あるぞ。あシャー君のリスチか？リスチじゃないこれ。あれえ南に進んだそれ北に進んだ北なの北にまあでも2000ぐらいかな。あいる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 おーいおーいいるやんいるやん近すぎだろ。太陽出てるのが東だよね。君も遊んでたもしかして東から西に落ちてるんだよ。遊んでんなおいあおい待ってちょブルークと今通話しててなんか言ってる。え東から太陽昇って西に進む。え、太陽が昇るのが東で沈むのが西ね。なんだ話してんの。じゃあシャー君は北から南に行ってたんだ。うん、そうだからシャー君は多分北から。え、待ってブルークのこんじゃシャー君。ブルークこっからどこ？これ？これが？これが今この場所とすると。うん。こっちに大体4000ぐらい電話してる人たちだな。こっちに5000ぐらいで。あここがブルーク？これはブルークの初期ですらしい。でキリアンは今こっちから。そうだね。だから俺この辺ないよこの辺。あじゃあ俺中心よ。そうそうそう。だからガチでブルークが右上。いや多分でも体感あの何ぐらい歩いた俺の痕跡。めっちゃ石だったよ。ここはお金もったいないから来ていい。あはい。バイバイ。体感こっからここの距離はまあ3000ないぐらいじゃないかなっていう。今だって電話した時に見つけたの。え全然見つけてしばらくしてからあそういえば電話かけるかって思って電話かけた。わかんねえや。うん、でも2000、3000ぐらいだと思うこっちは。じゃあまあ全然だとして。でこっちは多分6000ぐらいある。3日ぐらい歩いた。いやありえないな。ブルークはこっち側に5000伸びてって言ってて、キリアンこっちに6000伸びてるって言い出した。いやブルークが嘘なんだよ。ブルークだって丸1日走ったって言ってたもん。丸1日で5000いけないよ。いけねえだろ。いけるわけねえじゃないか。じゃああいつは嘘だ。安定の場所これはブルーク。そうでこの辺スマイルね。えスマイルも知ってんの。ええ知ってるよ。知ってる知ってるよ。そりゃ知らねえよ知らねえよ。でちなみにスマイル下がってんの。これこれあげるよ。これ俺の初期リスを指してる。すごっ。あこんなんできんだ。あーそうだね。だからやっぱこっから見たらこのぐらいの方角だわ。あーマジでドンピシャやんほぼ。あでしょ俺の体感時計、うん、合ってる。ほぼドンピシャ。でも4人繋がってんじゃんもう。そうなんよ実は。でもこの4つだったらもう大体場所は分かるけどな。まあこれだとさもうあとさこっち側とさこっち側しかないね。こっち側って感じだよな。もう横端に関してはもうほぼ限度がもう、うん、キリアンが西端、ブルーク東端感じするな、うん、そうだよね。俺とブルークより外側はさすがにないと思う。ないね、うん、じゃあもう俺のとこに落としてもいいんじゃないかキリアン。あまあありかもな。ただでもスマイルが俺経由じゃないとわかんないから、うん、スマイル来るときこういく感じになって。ああそういう感じね。まあ、前回の金時呼ぶみたいな感じになるんだよね。そうするとワンチャンスマイルに痕跡辿ってこっち来てって言った方がいいかもしれんな。そうね。ここ合流してになるだ多分。まあ真ん中に限りなく近い感じをする。ただ正直俺はブルークのその体感距離信じてないけど、うん、1日走って5000とか言ってるやつ。1日走って5000マジか。1日走って5000マジか。あぶねー。